クラウスさんだけじゃありません。マリアさんにだってもし見られたら恥ずかしくて死んじゃいますよ。まあどうしましょう。死なれるのはちょっと困りますね。マリアさん、お二人で何をしているかと思えばこんなことを。違うんです。これはお嬢様が無理やり。いや、ハヤテがどうしても来たいって言うから。言ってません。心配なさらなくても、ハヤテ君に除草液があるとは思ってません。よかった。マリアさんに誤解されたんじゃないかって焦りましたよ。それにしても全くあなたって子は。だってハヤテなら似合うと思って。だからってセーラー服なんて。そうですよ、僕は男なんですよ。ハヤテ君にはこっちのフリフリが似合うに決まってるじゃないですか。マリアさん。マリア、それだったらこっちのスカートはどうだ。でもピンクの方が可愛くないですか。バカなの。このブルーも捨てがたいですね。いかん、二人のノリが完全に女子高生になってる。僕の転送大ピンチ。マリア、なぜどうだろうか。それ、うん、どこへ行くのだ。セーラー服のままでは屋敷の中は歩き回りませんわよ。いや、でもほら仕事とかしないと。感心感心。あ、でもこれも仕事ってことで。こっちの服も着てみません。ひどいですよこんなの。これはシャレになっていませんわ。クラウスさんに見つかったら本当にクビになっちゃいますよ。ナミ、心配するな。というかそんな目で見るな。そうですよ、照れてしまいますわ。照れちゃうのは僕の方ですよ。まあでも本当に似合ってるぞ。タマだってそう思うだろ。うん、タマダメだぞ。いくら動物だからってそんなアニメではやれないようなことを。